はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。オクテッドメンズファッションチャンネルのアノです。はい、今回はですね、ちょっと新作の紹介を、しようかなという動画になっております。はい。で、今日紹介するのが、今年の、春夏で仕込んでた、ザノーネの、もう本当にド定番のアイスコットンの、T シャツ。紹介していこうかなと思います。オクテットチャンネル。で、だいぶね、あったかくなってきて、こう、カットソーだったりとか、早い方だと、ポロシャツ、カーパン、サンダルとか、もうゲットされてる方も結構多いんじゃないかなと思いますし、やっぱり人気のアイテムっていうのは、かなりなくなるのが早いでね、こう早めにこうチェックしてゲットするっていうのが僕もやっぱりおすすめだと思います。はい。で、そういった意味でも、このアイテムはちょっと足早そうだなっていうやつとかは、なるべく早めにアップしていった方が、皆さんのためにも、僕らとしてもいいかなとは思ってるので、動画早めにこう頑張って作るんですけど、このザノーネの T シャツ、カットソーもやっぱりすごく人気なアイテムにはなります。はい。ただ、うちでこう入れてたことが今までなかったんですよ。昔ザノーネやってたこともあったんですけど、その時にはやってました。で、その時やっぱりすごい人気でアイスコットの T シャツとかないの？とか言われたりも最近もありましたし、今年は去年の秋冬ぐらいですよね。から、こう、ザノーネまたやり始めたんで、やっぱり夏といえばアイスコットンは入れるしかないでしょうと。ザノーネやるからには、提案するしかないでしょうということで、セレクトしてきました。で、アイスコットンっていう素材なんですけど、簡単に言ってしまえば、接触冷感が優れた、生地になってます。はい。すごくね、繊細なコットンを、こう、よって、ねじって、編んで、こう、触ったとき、生地に触れたときに、ちょっとひんやりするような、はい、素材になってます。なんで、夏場とかは特に暑いので、こう、あんまりヘビオンスな、厚手な生地とかっていうのは、着づらいというか、着たくないって思われてる方も、いると思うんですけど、こう、テロテロすぎると、品がなくなっちゃうというか、なんか、よれてる感じ。でね、T シャツになっちゃうと思うんですけど、このザノーネのやつは全然そんなこともなく、作りもしっかりしてる、生地もひんやりしてて、着心地もいい。しかも、こう、綺麗に見えるっていうところで、上品に見えるっていうところで、すごくおすすめな T シャツになってます。で、このカットソー自体の、特徴というか、デザインみたいなところは、先ほどもちょっとね、お話しましたけど、結構しっかりしてるんですよ。形もね、ベーシックで、もう本当に普遍的な感じです。なんで、これとかね、クルーネックの T シャツで、こう、なんていうんですかね、懸念するところっていうと、首周りがよれるだったりとか、こうなんかヘニャヘニャになっちゃうとか、あとは深すぎたり、浅すぎたり、そのバランスが難しかったりすると思うんですよね。そのあたりが本当に絶妙で、こう、綺麗に収まりがいい深さ。で、しかも、こう、作りがしっかりしてる、リブが。なんで、すごく丈夫で、持ちもいいんじゃないかなと思ってます。で、サイジングも本当にベーシックですね。丈も短すぎず長すぎずなので、ジャケットインするもよしだし、T シャツ1枚で着るのもよし。なので、本当にオールマイティに使える感じかなと思います。はい。で、実際着るときなんですけど、本当にシンプルにデニムとかと T シャツ1枚でも全然いいんですけど、個人的には、こう、シャツジャケットだったりとか、ジャケットとかとの相性がやっぱりいいんですよね。すごく、こう、生地自体が品のある雰囲気ですし、デザインもベーシックなので、こう、特にジャケットの素材感だったりとか、デザイン性とは、非常にマッチするかなと思います。で、その中でもね、難しいと思うのは、やっぱり、こう、グレージュだったりとか、イエロー、サフランっていう色が難しいと思われがちだと思いますけど、
全然シンプルに、こう、グレーのデニムと、まあ、今日みたいな感じですね。ブラウンのジャケット。そしてグレージュだったりとか、まあ、デニムホワイトにするもよしだし、イエローの場合は、こう、ネイビーのジャケットに、こう、ライトブルーのね、明るめなデニム入れてあげてもいいと思いますし、まあ、白なんかはね、絶対鉄板で間違いないかなと思います。まあ、案外、こう、ブルー系とイエローっていうのは相性いいですし、そういった合わせ、僕はおすすめしたいなとは思ってます。はい。といった感じですね。今回はちょっと新作の紹介の動画になるんですけど、ザノンネのアイスコットンはやっぱり人気なアイテムですし、まあ夏には絶対欠かせないカットソーかなとは思います。で、今回はこのポロシャツバージョンとかも、仕込んであるので、まあ、その辺は、以前の動画を見ていただけたら、いいかなと思います。はい。というわけで、ぜひ早めにチェックしてみてください。ということでですね、僕らの動画はこんな感じで毎日8時に動画を更新しております。ぜひまた見たいなとか、こう、いいなと思ってもらえたら、チャンネル登録よろしくお願いします。ね、高評価もらえるとすごく、励みになります。めちゃくちゃ嬉しいんでお願いします。はい。あとはこんな感じでね、SNS を最近は更新してて、新作の情報だったりとか、まあ、お店のイベントなんかをこうアップさせてもらってるので、そちらもフォローしてください。お願いします。はい、というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。